どうも、マキリナでございます。さあ、前回挙げたね、この D700 ね、紹介しましたけれども、早速ね、これをなんで買ったかなんですよ。まずこの買った目的なんですけどね、私がずっとこう続けてる、ここにもついてますけどね、これ 50-2 っていうの、ね、マニュアルレンズがついてます。で、私がずっとね買い続けてるのはこういうね、マニュアルレンズ、昔の、ニッコールのレンズを使って、デジカメで撮っていってるんですよね。要はこの昔のそのニッコールのレンズを最大限に活かしたいなっていうところに焦点を絞ってましてね。で、考えていくと、なんとね、この今まで使ってたこの APS-C サイズ、フルサイズじゃなくて一つセンサーサイズがちっちゃいサイズのあのデジカメを使うとね、簡単に言うとレンズのこの辺、もっと真ん中ら辺のね、言うたら大げさに言うと真ん中のこの辺だけしか使ってないというね、わかりますかね。全体の本当は映るはずの間の中に今これぐらいしか映ってないよと。で、ここだけ捉まえて綺麗やって言うてるんですよ、私が。わかりますかね。要はこのレンズの隅から隅までの威力を出し切ってないっていうね、性能を出し切れてないっていうところにちょっと引っかかりを感じてたんですよ。で、まあそこまでね、写真をアップしたわけでもなく、あの自己満足で撮っておーって言ってるね、そういう段階なんですけど、まあこんなん趣味ですからね。で、ということで、要はレンズの性能を出し切りたいがためにね、これを買ったんですよ。フルサイズを買ったんですよ。で、それでこそ初めてね、あ、このレンズっていいよねっていう言葉につながってくるんやという解釈でね、買いました。で、さっきから言ってるセンサーサイズの話なんですけどね、こちらがフルサイズっていう、フルサイズっていうのは、出してみていただくと、要はセンサーのサイズ、要は面のサイズがね、映し込むための面の、そのコンピューターの面のサイズがね、全然違うんですよ。で、そこで、要は、映る範囲が変わってきますよね。映る範囲がね、変わってきます。で、それを、じゃあ、そのちっちゃいセンサーやから汚いんかって言われたら、そうじゃないんですよ。人を、例えば大きく見せたりしたい。まあ、要は焦点距離が変わってくるようなイメージで追ってもらったらいいんですけど、センサーサイズがちっちゃくなると、撮る被写体がでかく映りますよね。ボンとでかくなる。で、ちょっと例題もちょっと出しとこうかな。一応 APS-C とフルサイズで撮ったやつを、大体同じ距離からね、ちょっと横着して三脚立ててないですけど、大体同じ距離から撮った写真を出しますと、こんだけちゃうんですよね。被写体に対して大きく映し出せるのは、もちろん APS-C サイズ。センサーに対しての被写体が大きくなるんでね。どうしてもそうなるんですけど、だから一概にその APS-C やからあかんとかええとかってね、そういうことないんですよ。焦点距離は自分の足で稼いだら、撮り方は変わると思うんで、可能やと思うんですけど、ただ、昔のニッコールレンズってバカにできないですよっていう話を当初からね、私してたんですけど、それを実証したいってずっと思ってるのに、要はレンズの隅から隅までの威力を出し切れてないのに、綺麗ですよねとかいう話はおかしいかなというね、ことで、フルに発揮できるこのフルサイズ一眼っていうのを買ったんですよ。そこにまず目的があって買ったので、要はボタンの配置とかね、そんなんは本当はどうでもよくはどうでもいいって言ったらいいですけど、撮りやすいですよ。何にして撮りやすいですけど、本当はどうでもよかったっていうことなんですね。ということで、今回私はね、この D700 っていうフルサイズ一眼を買ったんですが、選択肢はたくさんあったんですけど、私の今の、財力の中で買えるのがもうこれしかなかったっていうところもあるんですよ。フルサイズ一眼でね。で、これ以外で、近くを言うと、D2 は、フルサイズ違うんだ。D3 か。D3 か、もしくは D600 か610とかね。その辺になってくるんですけど、その中でも
その3つはね、 D3 はめっちゃ高いんですけど、 D600 は買えんことなかったんですよ。値段がそんな変わらへんかったんですけど、でもね、その D600 はどっちかやったら今風っていうね感じの説明でした。今風のカメラで、画素数にもこだわってっていう感じだったんですが、こいつがね、そのニコンっぽいってニコンっぽいって私が決めたかもしれないけど、武骨な感じ、画素数低いんですよ、こいつ1200万画素とかなんで、今のデジカメじゃ考えられへんぐらい低いんですけど、でこれも2008年ぐらいでしたね、確かね。だからその画素数じゃないんですよね、みんな画素数って言うんやけど、画素数そんなに大きさかっても、ポスターみたいにでっかくして映し出す人なんかもういないでしょ、だって家庭でね、そんな大きい画素数いらんのですよ。多分1000があったら十分ちゃうかな。800から1000あったら私十分やと思うんですけどね。で、用出しても A4 ぐらいですよね。そのぐらいだったら多分ね、1000万画素ぐらいあったら十分やと思うんですよ。で、そこじゃなくて、高感度。要は感度にこだわってるっていうカメラやったんで、もうそこは私の中でグッときたんですよ。それが7000も確かにそういう位置づけやったような気がするんですよ。7000も高感度に強くて、当時はですよ、当時は高感度に強くてっていう感じやったと思うんですけど、私はそのね、念押しとかね、セコっていうのを使っていかんとね、ちょっと材料が足らないので、そういうのも含めて考えると、やっぱりこいつ D700 なんかなっていうところで、いいのが手に入りました。どういう感じでね、目的はまずこれで説明できたと思うんですけど、あとボタン関係ってこれどうやろうな、次回に回しますかね、これこれしだしたらここ長いですよ、多分私これね、もうね、7000とね700の違いも これこのボタンの配置だけでも全然違いますよ。全然っていう言い方言い過ぎかな、だいぶ違うんで、使いやすさはね、やっぱりこれフルサイズに軍配が上がってるっていう感じです、私の中では。っていうところを、終わりにして、ボタン関係というかね、触り心地とかそういうこういう詳細言ったら来週にしましょうかね。来週か次にしましょうかね。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあねー。